夏の箱館開催を締めくくる名物ハンデ G3 第60回箱館記念が14日、箱館競馬場で行われ、3番人気の鳳凰ビスケッツ、オスヨンイコール奥村武史、父マインドユアビスケッツが3馬新半差で完勝。重賞初制覇を飾った同レースの表彰式プレゼンターを務めたタレントの岡田結衣24 は、国内唯一、海の見える競馬場で気持ちよさそうに駆け抜けるサラブレッドたち、騎手の皆様、レースを支えている皆さんの勇姿を目の前で見させていただいて、競馬ファンとしても胸躍る一日になりました、と感激していた。